スマホ投票サイトが新しくなったんだ。どれくらい便利になったんだろう。そうだ、ボートレース解説者の秋山元宏さんならいろいろと教えてくれるかも。というわけで秋山さんに会いに来てしまいました。新しくなったテレボートのスマホ投票サイトの使い方を教えてもらいたいと思います。秋山さん、こんにちは。島田さん、こんにちは。こんにちは。 BS 富士でもお世話になっております。そうなんです。ナルトのレリースオールスター、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。とても楽しく見させてもらいました。あ、本当ですか。はい。ちょっと噛んでしまいましたけど、ちょっとだけね、言わなきゃ分かんないから大丈夫。本当ですか、ありがとうございます、はい、それでは新しくなった新スマホ投票サイトを勉強してね、はい、さらに楽しくボートレースライフを送っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。島村さんはもうすでに、はい、テレボート会員ということですから、はい、今回は、はい、新投票サイトの便利になった点を紹介しますね。はい、すごいんです、今回。そうなんですね、はい、私もまだちょっと理解できてなくて、使い方が。じゃあちょっともう早速ですか。いいですか、まずね、教えていただいて。新しくなった大きな点が3つあります。はい、3つ。まずこの新スマホ投票サイト内からレース映像が見られるようになったんです。はい、はい、ということでレース映像、はい、レース映像というのをタップしてください。そうするとこれご覧のようにですね、レースライブや展示リプレイ、結果リプレイと一覧が出てきたでしょ。すごい。なのでここからすぐにレース映像が見られるようになってます。展示リプレイがこうやって見れるって、展示リプレイはすごいでしょ。いいですね、やっぱ予想するときに必ず見るので。島田さんやっぱ展示見るでしょ。見ます。この展示リプレイを見られることによって、はい、そのレース場の今日のね、はい、ここまでの気象状況なんかも分かりますから、これやっぱ大事ですよ。追い風かとか向かい風かとかね、あ、そういうのも分かるし、でコース取りなんかも分かりますもんね、はい、うん、しかもね、映像が綺麗なんです。綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗でしょ、はい、ね、これがね本当に最大の変更点。それだけじゃないんです、はい、で、もう一つはですね、はい、発売締め切り時刻、はい、これの近い順に表示されることも可能になったんですね。締め切り順というのがあるでしょ、はい、この締め切り順を押すと、なんと、見てください、ね、締め切り時刻の近いレース場から順に表示されるようになったんですよ。じゃあこれは買い忘れがなくなるってことですね。今まで、うん、あれ行こうと思った時に、ああもう締め切ってたっていうとか、はい、ことって結構あったでしょ。いっぱいあります。あったでしょ、はい、なのでこれを見ると、あ、もうそろそろこのレース場が締め切りだとかっていうのが出てくるので、もうその買い漏れがない。便利ですね。これ便利でしょ。前まではなかったですこれ。そしてそして、はい、まだあるんです。何でしょう。このですね、トップ画面のお気に入り、お気に入りのレーサーからも投票ができるようになったんですよ。ちなみに島村さんはお気に入りの選手っていますっていうか、多分僕知ってるんですけど。知ってます。やっぱり西山隆弘選手ですかね。はい、そうです。登録してもいいですか。あ、もう早速登録してみます。はい、したいです、うん、あ、してください。このお気に入り選手、はい、もうこの登録、あ、ね、あ、これほら、あ、すごい、検索も簡単にできるんですね、はい、名前で西山、西山って検索すると、あ、出てくるじゃないですか。この星を押せばいいですね。はい、西山隆弘くん、はい、はい、できました。はい、できました、はい、そしたらお、ね、お気に入りをしたらほら、もうすぐ出てくるでしょ。で、この西山隆弘選手のレースが、出てくるので、今日は6レース12レースあります。時間もちゃんと6レース11です。6レース11です。6レース、あ、もうこのまま投票できるんですね。このお気に入りレーサーは何名登録できるんですか。これですね、15名。15名登録できればいいんじゃない。でも十分です ね。いや、新しくなってだいぶ便利になりましたね。でしょ。で、まあ、今言ったのが、はい、まあ、大きく変わった3つなんですけども、はい、まあ、その他にね、はい、複数のレースを選択して、まあ、同時に投票できたり、うん、でマイページからもうすぐにね、いろんなところにこうアクセスできるようになった機能ももうついてるんですけど、はい、要はですね、このスマホ1台あればもう今までよりも格段にボートレースが楽しめちゃうっていう、これ一つでレースも見れて、はい、ね、でいろんな検索ができて、はい、で投票もできちゃうっていう、もう充電はだからね、なくならないように気をつけないと。はい、ゴールデンウィーク、はい、どうですか。もうお家でバリバリできるんじゃないですか。お家でテレボートしかやらないです。はい、ということで、はい、もう一つ宣伝があるんです。あ、実は毎週日曜日、はい、BS 富士午後4時から、うん、ハートビートボートという番組に
出てるんですね、我々ね。はい、そうですね。はい、なので、そちらの方もぜひお見逃しなく。見てください。ゴールデンウィークはおうちでテレポート。